こんばんは。東京選挙区無所属立候補ミュージシャン三宅洋平です。よろしくお願いします。思い返せば6月の22日公示日、選挙の初日を迎えた2週間前は本当に数えるほどの仲間たちと動き始め、太郎君と二人三脚でこれから東京中を駆けずり巡るんだと意を固くして動き出しました。選挙に出ると感情も高ぶるし、夜も寝れないし、まあ事実やることもいっぱいあるんで、不安な夜にはなんかこう、ああボリビアのゲバラってこういう気持ちだったのかな、いろんなミュージシャンにできたら応援に来てくれないかって声をかけたりもしましたけど、やはりまだ政治に対する構えといいますか、それぞれの背負っているバックボーンとか、何百人何十人というスタッフを抱えて動いているミュージシャン一人をとっても、なかなか自由に政治の世界に顔を出すことができない事情が伝わってきて、ああでもあなたさえ来てくれればすごいたくさんの人が動いてくれるのになとか、すごい寂しい思いをしたりもしたんですけれども、たった2週間の間に次から次へと思いもしない人々がエールをくれて、今自分がはっきりと言えることは、もう残りの人生のすべてをずっとこのままこうして活動して平和で住みよい世界っていうのが出来上がるまで、地球規模で環境を守り、地球規模で平和を作っていくということを達成できるまで、自分の命のある限りもう止まることはやめようと、それがまず僕の公約です。そして自分の命の使い方を見つけた喜びで、今幸せな気持ちでいっぱいです。前回の国政選挙で自民党に投票した人何人だと思います？1765万人です。成人人口 1億人、17% の人たちの思いでこの国が動いてしまってます。じゃあダサくて物騒な政治に俺は近寄りたくないと思ってきた真っ当なセンスの持ち主、何人いると思いますか？4922万人いたんです、前回は。これは絶望的な数字ですかね？違います、めっちゃ希望的な数字なんですよ。なんだ、俺たちの方が圧倒的に多いじゃないかってことなんです。山本太郎と三宅洋平が国会に席を並べてる姿から先に、若い人や子供たちが俺も勉強する、俺もあなたに続くんだって思えるような政治を展開していきたいんです。夢みたいなことは言わないと始まりませんよ。こっからの方が長いんだから、この5日間なんてあっという間ですからね。ぜひ突破させてください。山本太郎が総理大臣になって、三宅洋平が外務大臣になるような政権を作りたいと僕は思ってるんです。閣僚が19人いるんだから、あと17人閣僚が足りない。じゃあ今の国会議員の中で骨のある人は誰かをみんなで見極めに行きましょうよ。717人のうち山本太郎以外の716人のドアを全部ノックして歩いて、そしてその議員たちのハートをノックして、あ今計算間違えた、俺も入れてるから715人だ。面白いじゃないですか。そういう未来を夢見てこの5日間走りまくってほしいんです、語りまくってほしいんです。